はい、おはようございます。沖縄の月です。今日もね、頑張って星のドラゴンクエストやっていこうと思います。さて、今日はあれだ、ギガドラ感謝祭、星ドラギガ感謝祭、ギガドラってなんだよ。はい、その福引きがないので、今回は、1日1回限定の、投資引きセレクションの、ガチャの方からね、進めていこうかなと思います。いいのが出るといいんだけどな。まあ、それと同時にですね、今回はあれだ。はい、ストーリーの方、二ついっぺんに進めて、まあ、少しでもね、先に、ストーリーじゃないや、クエストの、あれであれ、あっち。はい。まあ、とにかくストーリーを二ついっぺんに進めちゃうと思います。というわけで、まず、投資向きセレクションのガチャ、こっちから行きましょうね。無料。今回こそいいのが、投資武器出てほしいんだよな。一個も出たことがないので、欲しいです。これは？妖精の杖。いい武器欲しいな。これね、刀身の斧。で、他今やってるやつは、基本色の、ガチャなんだよな。まあいいか。はい、というわけで、今回はクエストの方、クエストのここでルピスの光に導かれ、このストーリーを、二ついっぺんに進めておこう。これこの二つね。はい、いきます。モガブル、モガブル、モガブルって何？ピルルルルって。俺も苦手だよ。あそこに誰かいるぞ。オルテガ。あれ？おや。あれ？こんな展開だっけ？あれ？こういう展開でしたっけ？あら？そうっす。はい。多分そうです。はい。もういい。行こう。ゴー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 。一応パパさん仲間に、パパじゃない、オルテガさんを仲間に加えて、まあ、このメンバーで、行くし、もうそうしかないよね。ストーリーもね、そういう展開。はい、イベントキャラを助っ人に。他のでもいいのかな、他のキャラでもいいのかな。さあ探索開始。もういきなりこれか、キングヒドラ。よいしょ。頑張れ頑張れ。ライティング。あら、よいしょ。ライディングあんまり効かないな。アバンストラッシュは、おお、もうちょい、あと一発ぐらい。 OK、 スキルフィニッシュで勝利。よし、スピードクリア。まあレベルがね、こんな違いすぎるから、はい、まだまだ楽勝ですね。はい、いい感じ。大丈夫か、しっかりしろ。じゃあ、パパって言ってあげなよ。
俺も悲しいよ。うん。そうだそうだ、ゾーマのせいだ。よし、やっつけちゃうぜ。まあ、このまま行こう。来たな、ゾーマ。よし、行くぞ行くぞ。で、誰連れて、まあ、いや、この人で、はい、行きます。ゴー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 。バラボスやっつけなかったっけ。強くなってるな。うやうやうや、強い。もうあと一撃。よし。よし。フィニッシュ。今度はバラモスゾンビっていうのか。強いな、これも。よし、やった、オッケー。また強そうな、強そうなのが来たよ。強いな、いけるかな。え、一応通じてたような気はするんだけど、まあいいや。いっす、いっす。光の玉を高く掲げた。思い出すな。ちょうどこれの話をしていて、誰かが光の玉のことを金の玉って言い間違えて、それはさすがに高く掲げたくないよっていう話をしたの、なんか思い出した。まあ、そういうくだらない会話をしたんだよな。学校で。まあ、それ以来ずっと学校の中では、金の玉金の玉と言われ続けていた光の玉。なんかそういう会話してた。思い出す思い出す。もうそんなこともありましたって。
かった、よかったよかった。2人ちょっと死にそうだったからやばいなと思ったんだけど、いけたわ、よかったわ。うん、よし、ダンジョンクリア。うん、というわけで、まあ、今回は一応クリアという感じで、ここまでいけたか。まあ、いけるよね、多分。このストーリー、このイベントは多分絶対の最後まで、初級はいけると思うんで、まあ、頑張って、これもね、最後までクリアしていこうかと思っております。ただ、LINE の方も、メンバー、ゆっくりですけど集まり始めておりますので、ぜひLINE グループ参加したいという方は気軽にツイッターの方からご連絡ください。そしてフレンドの方も、このところ毎日何人かずつからか申請が来ておりますので、これもですね、フレンドの ID、画面の上の方に書いておきますので、よろしければここから、フレンド申請していただけると嬉しいです。さて、まあ、というわけで、今回この辺でいいかな。今回はまだストーリーが続いてる。ありがとうございます。はい、おー、あらま、はい、わけなのですが、なるほど、まあそれでストーリーが続いていくわけね。 OK、 こっから下、この下のこのクエストたちもガンガン終わらせていこうと思いますんで、お楽しみに。というわけでね、まあ、今回はこの辺で一旦終わります。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。